さあ得点圏までツーアウトながらランナーを進めて、そして打席にこのボーカー。さあこのボーカーがかつてのティーメイト相手にどんなバッティングを仙台で見せてくれるんでしょうか。感じとしては、まあ、昨日打っているだけにですね、はい、イーグルスファンの方とすれば期待したいところだと思うんですが、そうですよね、まあ、本来ならこのウォーカーがね、はい、5番打ってくれるといいんですけどね。そうですね、まあ、ご覧のようにランナーを2塁もしくは3塁に置いた得点圏でのアベレージはイーグルスの一員となってから3割5分と勝負強さを発揮しています。変化球、1、2塁間破った、ジョーンズどうする、3塁蹴った、ライトからのバックホーム、タッチアウト、先制タイムリーとはなりませんでした、ボーカーのヒットもライトからの返球、ジョーンズがノンストップで3塁を蹴ったんですが、ホームでタッチアウト、ボーカーの打球が1、2塁間を破っています。松本さん、ここを思い切って回しました。はい、まあ、本来はもうこのヒットでね、生還できるんですけど、ライトは仮名なんでね、ましていい球返ってきましたよね。そうですね、ストライク返球でした、はい、ジャイアンツ仮名の好返球の前にイーグルス先制なりませんでした。2回終了、0対0が続いています。